本日、入国時の検査で、陽性が確認された海外からの入国者について、オミクロン株であることが確認されました。3例目の検出事例になります。当該入国者は12月1日に入国したイタリアに滞在歴のある30代の男性です。入国時の検査で陽性が確認され、検疫の宿泊療養施設に入所し、現在たった今医療機関に搬送中でございます。